マセラティ 4CL はマセラティによって開発されたシングルシーターのレーシングカー。1939年にアルファロメオ158や様々なエラ製マシンに対抗するためにグランプリレースに投入された。第2次世界大戦中にレース活動は中断されたが、4CL は1940年代後半に再開された後のフロントランナーの一台であった。 4CL は後に2段式のスーパーチャージャーとチューブ形状のシャシーが導入され、4CLT へと発展した。1930年代後半、ボアチュレットは急速な発展を遂げますます競争が激化していった。アルファロメオ158とエラ B 及び C タイプの導入により、マセラティ兄弟は新たな直列4気筒エンジンを設計した。この新型エンジンは、 以前の直列6気筒エンジンよりも30から 50bhp を発揮した。これは、より強力な下級機の導入と圧縮比のわずかな増加、1シリンダーあたり4本に増加したバルブによって達成された。試験運転の後、エンジンは 4cl の前身であるマセラティ 6cm と、ほぼ同一の車ーに搭載された。従来の構造では、ツインボックスセクションのスパーは、 小さなクロスメンバーで、車体長分はしご状に結合されていたが、4CL はその前身よりも多くのアルミニウム製コンポーネントを組み込んでいた。ホイールベースはほぼ同じだが、トレッドは 6CM よりも5センチメートル広く、再配置されたスプリングハンガーによって車高は低くなった。このやや保守的なシャシーは、マセラティが自社で製作した。 低極率合金パネルのボディに取り付けられた。マセラティはまた当初から 4CL の合理化されたバージョンを製作した。アルファロメオが戦後二段下級を導入したことに対応してエンジン開発を継続していくとシャシー設計の弱点が明らかになった。ねじれ剛性を向上させる試みとしてマセラティは環状セクションシャシー部材の実験を始めた。 これらの実験モデルは1947年シーズンを通して従来の 4CL と並行して試験が行われ、最終的に1948年に 4CLT として導入されることとなった。ルイジ・ビッド・レイジの手に渡ったストリームライナー形状の 4CL は1939年トリポリグランプリでデビューし、メルセデスの新型 W165 を抑えて、 ポールポジションを獲得した。しかしながら、3台の 4CL のうちビルドレージのマシンともう1台は、レース序盤でエンジントラブルのためリタイアし、シルバー・アローが勝利を収めた。この失望のデビューに続いて、4CL の最初の勝利は2 0 0 5後のナポリグランプリにおけるプライベーター、ジョニー・ウェイクフィールドによるものとなり、ワークスチームにとっては不本意な結果となった。 1939年シーズンの残りレースで、ベイクフィールドはさらに2勝を挙げ、大戦前の国際的な競争が激化する前に、4CL はさらに2勝を挙げた。ピルロレージは1940年のタルガフローリオで勝利を獲得したが、これは数字国のみのエントリーでマセラティだけがファクトリーチームであったものの、他のチームは国際的なレベルにはなかった。 1946年のレース再開でマセラティ 4CL はその競争力を証明した。ルイジ・ビルロレージは1946年、ニースグランプリで勝利し、すぐに優勝街道に復帰した。タチオヌボラーリとジョルジオ・ペラッサは、共に 4CL で勝利したが、シーズンを支配したのは、レーモン・ソメールと彼の 4CL だった。 1947年は 4CL が最も成功したシーズンとなり、アルファロメオが改良された158と新型の308を投入したにもかかわらず、マセラティのドライバーたちは合計して10回の勝利を収めた。ファクトリーチームは 4CL に代わって 4CLT を導入したが、古い 4CL は多くのプライベーターの手に渡った。 1950年に最初の F1 世界選手権が開催されたが、多数のプライベーターが 4CL でエントリーした。ありがとうございます。